さあ時刻は7時を回りました。 FM 小沢沖の皆さん、こんばんはでございますね。ここからの時間も FM 小沢生放送で番組をお届けしてまいります。毎週月曜日7時から8時までのこの時間のラジオはわらびんちゃ応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナーのお時間でございます。司会進行は私中沼小学校 PTA 4年生の宮島真一とFM 小沢の池城めぐみです。池城めぐみさん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日はもう12月の7日月曜日、もう1週間経ったのね。そうみたい、そうみたいですね。そうだね、本当だね。12月入って初めての放送になりますね。そうですね。ということで残すところあと今年も3回のオンエアになりますか。今日入れて28日はお休みなので、あとじゃあ今日入れて3回か。今日入れて3回ですね。あーなるほどね、早くなったね。もう俺こっから早いですよ。もう師走突入してございますけれども、さあ今日は月曜日なので昨日とといと週末皆さんいかがお過ごしだったんでしょうか。どこ行ったんでしょうか、あそこ行ったんでしょうか。障害学習フェスティバルがありましたね。あーあったみたいですね、昨日ね。僕はちょっと別現場でちょっと行けなかったんですけど、娘たちはちょっと行ったみたいで、楽しかったみたいですね。何 リースっていうのはクリスマスの、あ緑の玄関にね引っ掛ける緑の、だいたい緑か赤ですけど飾り付けをね、めぐちゃん、はい、面白かったですね。はい、それをね作ったりとかなんかいろいろこう出し物もあったみたいですけれど、まあ、はい、とても楽しめたようです。ちょうどね先週、シピーの会長の白間さんがねアナウンス、はいはい、情報をくれてましたけれども、結構その辺の話なんかもね、またシピンの出番がある時があると思いますって、またその時にお話聞けたらななんて思ってますよ。さてメッセージが一つ届いてますね。これ先週ちょっと前にいただいたのかな。そうですね、日曜日ぐらい、あ、10秒、今紹介しちゃおうか、ね。ラジオネームゆきさんからいただきました。どうもありがとう。宮島さん、皆さんこんばんは。いつも楽しく聞いていますよ。山城さん、山城さんって誰かな。あのジムの、ジムの方かな、かな、かな山城さん、合わせちょんだら保存会でお世話になっています。私もやる気満々なので舞を一緒に頑張りましょうね。子供たちがおーかっこいいと思うような舞ができるよう私も挑戦しています。では皆さんラジオ楽しんでくださいねと、早速ね今日に向けてメッセージが届いておりますね。嬉しいね、はい、ラジオネームゆきさん、どうもありがとうございます。さあてな具合でですね、この番組は毎週こうやってお届けしてるんですけれども、沖縄市内にあります小学校中学校それぞれ週替わりにですね FM 講座のスタジオに遊びに来ていただいて、学校で頑張ってることとかね、児童生徒とお話ししてユンタクした後、先生や PTA の方たちともねユンタクしてる番組です。今日はですね尾藤小学校からゲストが来ておりますよ。一体どんな元気な声が聞こえるんでしょうか。ぜひリスナーの皆さんから応援メッセージ、先ほどみたいなねメッセージを送っていただければ嬉しいなぁなんて思っております。 FM 小座 E メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。リスナーの皆さんが持っている携帯電話やパソコン、スマホなどからダイレクトに E メール送ってくださいね。もう一度言いましょう。 FM 小座の E メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。もう一度言うよ、ゆっくりね。 761@fmkoza.jp です。こちらまでどんどん送ってくださいね。あとこの番組は FM 小座の 76.1MHz ラジオの、電波だけではなくてインターネットを通してツイキャス、そしてユーストリームでも生配信しております。ただいまツイキャスではユーストリームでは僕と、小浜先生があの画面映っておりますね。もう全世界に発信中でございます。ぜひですねそれに気づいた方、今日は尾藤小学校なので、卒業生の皆さんがひょっとしたら世界のウチナンチュとしてどっかでねブラジルにいるとかね、どこどこフランスにいるとかいるかもしれません。もし見てたらメッセージを送ってくださいね。お待ちしております。わらびんちゃ応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエンナー、この番組は沖縄市 PTA 連合会の提供で8時まで1時間生放送でお送りします。
生放送でお届けしておりますこの番組はわらびんちゃん応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナーでございます。今週のゲストは美東小学校の皆さんです。まずはじめにですね、先生とユンタクご会わせてみたいと思います。先生こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。はい、美東小学校の小浜司と言います。はい、小浜先生は今担任を持ってらっしゃる。はい、6年3組の担任ですね。なるほど、6年3組。先生ちょっと見た感じもお若いですけれども。いいもう先生何年目ですか。美東小ですか。うん、まあまあ先生全体あの経験もう15年ぐらいですかね。15年。はい、あ、じゃあまあまあ中堅クラスに入ってきてます ね、はい、ちなみに美東小学校に入ってからはどのくらい。ですね、まあ、先日赴任したばかりで。ああ本当に、はい、まだあのちょっとピチピチです。そうなんだ、はい、そのピチピチの感じでですね、先生から今見た美東小学校の雰囲気ってどんな感じでしょうか。はい、もう今ここに来ている子どもたちもそうですけど、うん、筆頭に非常に元気があって、うん、もう毎日、うん、ワイワイ、うんうん、元気に活動しています。なるほどね、はい、美東小学校って結構人数多かったようなイメージがありますけど。そうです ね、今あの話に聞くところによると、うんうん、中上で2番だったか市内で2番だったか。6年生だけで6学年だけで何クラスあります。4クラスなんですが。あ、じゃあまあまあ、うん、パンパンの160人。あ、そうちょうど。あ、なるほど、はい、そうなんだ。あとじゃあ数人来たら5クラスになるぐらいの感じ。そうなんですね。なるほど。ちなみに先生はなんで先生になろうと思ったんでしょう。うん、いろいろですが、やっぱり出会ってきた、うん、方々に影響がされたのが大きいですかね。なるほど。じゃあ憧れの先生っていうのの出会いがあったって感じでしょうかね。もそうですし、うん、まあちょっとなんか恥ずかしいんですけど、うんうん、あの父親も教師なもんですから。なるほど。やっぱりその影響も少なからずあったかなと思います。はい、小浜先生のお父さんってどんなお父さんだったんでしょう。ですね、まあ、うちの親父はあの小学校じゃなくて、うん、まあ、高校体育だったので。ほうほう、厳しそう。なんか、うん、そうですね、うん、あの年代の独特な、なんとなくね、きっとね、僕らがお世話になってきた厳しそうなそのものでそっかそっか。なるほどね、はい、まあ、お父さんの影響もありつつ、その後のね、いろんな出会いから先生をやってみようという感じなんでしょうけれども、実際先生の今お仕事やっていて、やりがいとかもいっぱいあると思うんですけれども、はい、やってて楽しいなと思う瞬間どんなことがありますでしょうか。はい、やっぱり、子どもたちの笑顔と毎日触れ合えるっていうのがやはり嬉しいですし、やはりあのどんな子どもたちであれ、うん、あの日々成長していくのが、うんうん、見られるっていうのが、うんうん、とてもあの幸せだなと感じますね。なるほど、いいですね。美東小学校の雰囲気とっても良さげ、しかもまだ赴任してそんな経ってないのに、はい、もうすごい先生フレンドリーな感じで、ね、みんなとそうですね、この、うん、まあ、子どもたちも素直でいいですし、うんうん、はい、こっちもとっても助かってますね。なるほど、嬉しいですね。さあ今美東小学校で今15年目16年目、先生としては。あ、そうですね、ね、はい、というわけなんですけれども、そんな小浜先生、まあ、これからやってみたいこととかチャレンジしてみたいこととか、まあ、仕事のことでもいいですし個人的なことでもいいですし、何かこれからやってみたいということがあったら教えてください。そうですね、うん、本当に学校の中でも子どもたちの関わるのもいろいろあって、うん、僕は今日こうやって児童会の子どもたち連れてこの時間に出るのも初めてなので、うん、そかそか、もうそれだけでもとってもあの、うん、なんていうんですかね、うん、自分にとって経験にもなるし、まあいろいろもちろん学校の中でもそうですけど、うん、いろんな校外活動でもまたいろいろ関わって、うんうんうん、皆さんみたいな人とお会いできればいいかなと。なるほど、思います。いいですね、いろんな出会いにつながる仕事がね、そうなっていってまたいろいろコミュニケーションが取れて、自分の授業とかに還元できるといいですよね。はい、わかりました。小浜先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあここでですね、リスナーの皆さんには美東小学校の校歌を聞いていただきたいと思います。美東小学校がね、卒業校であるというリスナーの方いたら一緒に歌ってみてはいかがでしょうか。それではお届けしましょう、美東小学校の校歌。
はい、お届けしたのは美東小学校の校歌でした。さあ聞いてる皆さん、もし中にね歌ってた方いたんじゃないでしょうか。母校がね美東小学校という方、ぜひ今日のゲストは美東小学校の今日は児童会のメンバーかなね、そんな感じですね、ぜひ応援メッセージを送ってください。よろしくお願いします。早速一ついただいておりますね、ラジオネームにかわどりさんからいただきました。にかわどりさん久しぶりですね、デージ久しぶりに拝聴させていただきます。美東小学校のみんな楽しんでねとメッセージをいただいております。ありがとうございます。最近会わないですね、にかわどり先生ね、先生じゃないにかわどりさんね、会わないです。元気でしょうか。またスタジオに遊びに来てくださいね。どうもありがとう。さて早速ね、美東小学校のまず今日はね8名ぐらい来てるので、1番目のチーム4名にねスタジオに入っていただきました。1人ずつ自己紹介していただきましょう。どこどこ小学校何年生お名前ってな感じでお願いします。マイクにね近づいて喋ってね、せーのどうぞ。美東小学校6年生の大城里奈子です。よろしくお願いします。そして美東小学校6年間敷の若子です。うい、よろしくお願いします。そして美東小学校6年西平ゆいなです。うい、ゆいなさんよろしくね。そして美東小学校6年金城るかです。はい、るかさんもよろしくお願いします。さあまずはですね、この4名にいろいろユンタク反託していきたいと思います。まずは大城りなこさん。はい、はい、りなこさん学校楽しんでますか。はい、あ、楽しんでる。もうね6年生でしょ、もう今12月もうちょっとしたら卒業だね。これあっという間だった。長かった、どっち、短い、短かった、あっという間か。そんなりなこさん今6年生ということなんですけど、今学校で頑張ってることって何でしょう。うん、学校で頑張ってること、児童会の活動とか。おほうほう、児童会の活動ってさいろいろあると思いますけれども、はい、特にどんなことやったりするんでしょうか。朝の挨拶活動や、うんうんうん、朝の挨拶活動、朝ってみんなより早く学校に来て校門にみんな待って挨拶するって感じ、はい、みんな待ち受けてなんて言うの。あ、おはようございます。え、もっとどんな感じで、本意気でおはようございますそうやってみんなに声をかけて明るい朝を迎えてるわけね。勉強の方はどうですか、りなこさん。うん、頑張ってる。頑張ってる。特に算数と理科って書いてますけど本当ですかこれは。じゃあ難しいから難しいが特に頑張ってるってことね。なるほど。さあそんなりなこさんは学校で楽しいこともまたいろいろね頑張ってること以外にもあると思いますけども、どんなことが楽しいですか。友達とおしゃべりとか、うん、美東小学校の6年生の女子はお友達とどんなお話話題で盛り上がるんでしょうか。恋の話。恋の話、オッケー。もう恋ってなんかしちゃってるわけ6年生、まあ、確かに分かる。俺もねやってた。え、うん、やりましたよそりゃね、遠目さんね喋った6年生で6年生、え、何、恋でしょ、うん、好きな人がいるかどうかってことでしょ。恋してないの。え、友達の、あ、友達の恋バナを聞くのが楽しいってことね。あ、そうなんだ。でもね可愛いね6年生って。そうだよね、なるほどなるほど。今じゃあ気になる人とかいないの。いません。いないの。お、ほんと、ちょっとも、ちょっとも、いない興味がない興味がない。あ、そう、でもねそのうちだぞ。さあ今6年生のりなこさんは中学になるのにあと3ヶ月4ヶ月ぐらいですけど、もう中学どこ行くかって決まってる。うん、はい。どこに行くの。沖縄東中学校。沖縄東中学校、だいたいみんな同じ学校に行く感じかな。はい。ああ、そっかそっか、ほんほんほん、みんな仲良し。はい、ね、児童会のみんな仲良しだということですけれども、さあ児童会のメンバーは全部で何名いるの。9名です。9名のうち今日は全員来てる。1人受験勉強で来てます。あ、そうなんだ、なるほど。その人の名前は何ですか。上地明です。上地明くんさん、くん明くんに一言メッセージをラジオからお願いします。受験頑張ってね。そういうことだね、ありがとうございますさあ続いて間敷の若子さんにもお話を伺いましょう。若子さん。あ、はい、はいはい、若子さんは学校楽しんでますか。はい。特に何してる時が楽しいですか、学校は。うーん、トランプとかしてる時が楽しい。かわいいね。トランプっていろんな種類のゲームがあると思いますけども、どんなトランプ。大富豪っていう。なんか大富豪、うん、いいね。あとあれなんていうの、お腹はさ、せーのって言ってたわけ。3-7。あ、3-7っていうの。あれ、あ、せーのって言わないんだ。せーの、3-7って言うんだ。
あ、な、俺中野町小学校だったんだけどな。あ、そう。ちっちゃんことかなんか、ね、あ、ばっちゃんこ、そう、ばっちゃんこ、ばっちゃんこでって言ってたよ。なんか言う人もいる。言う人もいる。で、スピードでしょ。あ、そう、スピードっても言うね。スピードじゃないと通じないよ。おー、マイクで喋ってね。お家みたいになってきた今一瞬。はい、そんな若子さんはそうだね。最近学校で、あ、でも6年生って修学旅行って6年生で行くんだっけ？はい、終わりました。終わった。若子さんどこ行ったの？どこだっけ？どこだっけ？女さんの超昔ですよ。超昔ってことないだろ。どこだっけ？え？どこだっけ？つつじエコパークじゃん。つつじエコパーク。PA 体験した。そう。何体験？PA 体験。PA。パーランチャラカンチャラアドベンチャーみたいな。あ、そう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 。全然わかんねえ。なんか丸太の上に登って高いところに登ってみたいな。ロッククライミングみたいな。そう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 。ロッククライミング、楽しそう。外で超怖かった。あれ超怖かった。超怖かった。綱渡りもしたよ。何した？綱渡り。綱渡りとかできるの？ちょっと怖いじゃん。誰も怪我しなかった？うん、あ、命綱。命綱して。あー、その時は声は生まれなかった。ん？生まれたんだ。そういうこと、なんか出会わなかったんだ、その時。ゆうじ。雪の時他の人の話はいいわ。さあ、若子さん、修学旅行で一番印象に残っているなんか出来事あったら教えてください。なんでもいいよ。あの、児童会の活動の中でもいいよ。いろいろあったでしょ、年間通して。例えばさ、児童会って言ってもほら、会長がいて、周りみんな、あ、会長、じゃあみんながじゃあみんなで児童会でしょ、何かみんなの前で挨拶をすることがあったとかあるでしょ、ね、そういうのって若子ちゃんはなかったの？若子ちゃん。若子ちゃん？戦争の。何か発表とかしたことがあったの？あんまりなかった。あれ、なかったの？あ、児童会としてさ、なんか出番があったでしょ、絶対。うん、司会とか、うんうん、やってんじゃん、うんうん、思い出して。はい、うん、それはどんな時の司会だったの？うん、1年生迎える会。おー、なるほど、うん、そっか、今考えたらさ、1年生ってまあ5歳も離れてるわけですよ。あんなだったんだよ、自分たちも。あっという間だね、6年生でもうね。さあ、ちゃんとした先輩になってますか？いえ。ちゃんとした先輩になってくださいよ。きなこだけじゃん。面白い。なんで？じゃあ次はね、西平ゆいなさんにも聞きましょう。はい、さあ、ゆいなさんは学校で頑張ってることなんでしょう？と、児童会で朝挨拶したり、うん、と、勉強頑張ってます。お、勉強頑張ってる。得意な科目は何ですか？得意な科目ないです。得意な科目ないの？全般的にできるの？算数好きなだけ。体育、体育、好きなの、それでいいんじゃん、だから。じゃあ点数悪いから。家庭科、家庭科。あ、そうなの？家庭科もっと悪い。家庭科もっと悪い。得意なのはでも算数。うん、好きかだけ。好きなだけ。ちなみに中学どこ行くの？沖縄東中。沖縄東中学。今ってさ、みんな部活、児童会以外に何かクラブ活動。まずじゃあゆいなから聞こう。と、バドミントン。バドミントン。バドミントン。バドミントンね。バドミントンはさ、これあの中学行ってもやりたい。やります。お、いいですね。ちなみに大会ではどのくらいところまで行きましたか？あ、ね、うん、どのくらい。ベスト8も行ってないかも。あ、あ、行ってない。16ぐらいは行ったかな。うん、ぐらいかな。そっか、じゃあ中学行ってまたレベルアップしたいね。はい。ちなみにバドミントンを教えてる先生はなんていう先生？外部コーチ。うん、コーチ、外部コーチ。外部監督。中学校では外部コーチしてて、うんうんうん、小学校では監督してる。ああ、その先生の名前を教えてください。で、うねえさん。うねえさんで、今年10周年です。あ、そうなんだ。そんなお世話になったうねさんに、うね先生っていうのかな、うねコーチというのかな、うねさん、うねさんにゆいなさんから一言メッセージをお願いします。キャプテン。あ、キャプテンなんだ、ゆいなは。キャプテンとしてじゃあうね先生に一言お願いします。いつもありがとうございます。あ、いいですね。これからも、これからも中学校でよろしくお願いします。さらに、何？ね、さらにね、大会にまた出て活躍できるといいね。はい、はい、ありがとうございます。うね先生もね、嬉しいと思います。今聞いてたらね。さあ、続いて近所ルッカスさん。ルッカスさんは学校楽しんでる？どう？楽しんでる。楽しんでいる。ごめんなさい。ルカさんはその児童会ではどんなこと、活動を覚えてる？活動覚えてる、うん、なんか印象に残ってるの。児童会をやったことによってこういう経験ができたとか、そういうのがある。
あ、運動会の裏役、うんうん、裏方ね。そう、裏方、うんうん、どんなことがあったの、運動会の裏方って。いっぱい役割があると思いますけど。大玉転がしの玉を膨らませたり、うんうんうん、追いかけたり。追いかける？なんかそれ、うん、いいよ。で、なんか運動会終わったら大玉を拭いたり、うんうん、拭いたり、片付けな、うん、そんなのが一番印象に残ってるんだ、うん、そっか、うん、ちなみに部活は入ってない。あ、帰宅部なの？お家帰ったら何するの？6年生のルカさんは遊びに行く。どこに遊びに行くの？遊ぶマンタ公園。マンタ公園に遊びに行くんだ。あそこいいよね、広いしね。超いいよ。え、なんで？あの、ビール飲んでるおじさんがいる。そう、フリーがいる。それはだから何？お昼間っからいないでしょ？いるいるいる。毎日毎日いる。あ、いや、そしたら全部話しかけられてよ、お前。その人全部トーメさんに言わないと。え？キジムナのね。キジムナって読むの？そうよ。そう、読めんかった。そうそうそう。キジムナ。あ、本当キジムナいるさ。あ、そうね。俺マジ公園結構行くけど、行くときは結構みんなハッピーな人しかいないけどね。楽しいよ。楽しいよね、でもね。今度行って。ね、滑り台も面白いし、また飽きる。ブランコが一番面白い。あ、そう。ブランコ？あんな大きいさ、公園が近くにあると結構贅沢じゃない？うんうんうん。だってね。3分で着くよ。3分いいね、近いところね。ちなみにルカさん、学校で頑張ってること何ですか？うんとね、児童会の朝活とか勉強とか。朝活とか。朝活っていうのはその挨拶活動ってやつ？はい。そっか、学校で一番楽しいことは社会の授業ってルカさんが書いてますけど、なんでここあえて社会の授業なの？社会マーメー。なんでマーメーって？真面目。社会は楽しい、やってて先生が雑談うん、とかをいっぱい入れてくるから楽しい。あ、先生が面白いってことね、社会の、うん、先生がってわけじゃなくて、先生の話が面白い。先生の話が面白い。社会の時にいっぱい言ってんじゃん、雑談、うん、入れてくるから面白い。あ、その先生の名前は天眼高谷先生。天眼高谷先生。天眼天眼天眼。俺何つった？天眼って言った。天眼ね。天眼マサヤ先生。高谷先生。天眼高谷先生にじゃあメッセージお願いします、ルカさんから。うん、せっかくだからさ、今嬉しいと思うよ、聞いてくれたら。うん、髪の毛切らん方が良かったよ。いいじゃない。なれるよ、なれるよ。そうかそうか、いいね。なれないよ。なれない、集中できないって自由に。あ、ほんと、あ、笑っちゃうから。面白いよね。いいね、なんかいいね、みんな明るくていいの。エンダーのクマさんに似てます。そっくりそっくりです、そっくりそっくりさん。前ね、運動会の時さ、エンダーって言ってなんかさ、歌を作ってたんですよ。エンダーの歌？エンダーの歌とってもいい歌。ね、ね、とってもいい歌。どんな感じの歌？朝だよ、朝だよ、みたいな。違う違う違う。なんか、その歌を変えた。エンダーをおごってくださいなーって歌ってた。替え歌をしてるわけね。そうそうそう。面白い先生だね。何、千眼先生だった？天眼高谷先生。天眼高谷先生ね、とってもユニークな先生みたいですね。大人気ですね、嬉しいな。じゃあここでですね、皆さんそれぞれに将来やってみたいこととかね、そういうのを聞いてみたいと思います。まずは大城里奈子さんから、将来の夢、やってみたいこと、何でもいいよ。将来の夢、将来の夢、どんな人になりたいとかいろいろあると思いますけど。性格がいい人。性格がいい人。お母さんみたいな。あ、お母さんはとても性格がいいの？違う違うっていうのはまたどうかと思うけど。違う。ね、お母さんに性格変。みなこさん、どんな大人に憧れるわけじゃ。性格がいい。性格が良くて優しい感じの人。なんでそれになりたいってそういう思い浮かんじゃったの？なんか優しい人になりたい、うん、なりたいと思ったのはなぜかなと思ったんだけど、誰かになんか何いじめにあったとかそういうのことではなくて、それはない。うんうんうん、なんかみんな、うん、楽しくやりたいから、うわーっていいね、うわーってなりたい、なるためには性格がいい人、優しい人じゃないとできないからね。そうだよ、なるほどね。楽しい時間を過ごしたいからってことかもしれないね。じゃあ次はマジキナ若子さん、将来の夢は何ですか？キャビンアテンダントです。おー、かっこいい。なんで？飛行機が好き。あ、飛行機が好き。飛行機面白いね。飛行機嫌い。飛行機が好き。ちょっと待って、今若子に聞くから。ちょっと待ってよ。飛行機が好きっていうのもまた珍しいね。うん、乗るのが好きとかで、そのもう飛行機自体が好きなんだ。飛行機とか乗るのとか、うん、もう全部が好き。あ、そうなんだ。じゃあ乗ってる時にこうキャビンアテンダントさんを見て、あ、自分がもし飛行機関係の仕事を就くとしたらこれだなと思ったんだ。うん、なるほど。どう？キャビンアテンダントの、あ、キャビンアテンダントになるためにはどうした方がいいと思う？
勉強とか。いろいろ頑張らないとね、うん、なるほど、なれると思いますよ。ココさん頑張ってください。じゃあ次は西浦ゆいなさん。はい、ゆいなさんはまあ書いてないですけれども、何でもいいよ、行ってみたいところでもいいしさ、やってみたいことでもいいしさ。そう、テレビ出たい。あ、テレビ出たい、うん、出てるよ今ユーストリームだけど。あ、本当だ、え、うん、もう撮ってんの。撮ってるよ撮ってるよ今。あ、マジ。もうテレビっていうかもう全世界に発信されてる。嘘だ、嘘だ。だってもうここに YouTube って書くから。じゃあ意味のわからない言葉を喋ってる人が見てるの。意味のわからない言葉外国の別のね外国の方もね見てるかもしれませんよ。ユーストリームって書かれてる。テレビにじゃあ出るためにはどうしたわけ。え、わかんない。まずあれだよ、だって芸能人になるね。なんか面白いことする。あ、芸人になりたいってこと。あ、芸人は違う。あれじゃん、有名なところ行けばいい。だってバドミントンの選手とかなっても出れるかもしれないさ。あ、スポーツニュースとか。美人バドミントン選手ね、美人バドミントン選手。アナウンサーとか。え、アナウンサーやめとき。いや、噛むからちょっと無理。噛んでも大丈夫だよ。セーフだから。そっか、テレビに出たいのね、うん、でもどの分野でも頑張ればテレビに出れるはずよ。例えば情熱大陸とか。え、あんなのあんま好きじゃない。え、好きとか嫌いとかじゃなくて、どんな人出るの。だってすごい情熱を持った生き方をしてたら出れるわけさ。情熱持ってないじゃん。もうみんななんか松岡修造みたいな。じゃあ今度あの小座の裏側に出たらいいよ。あれすぐ出すわ。小座の裏側。なんで小座の裏側。俺テレビ出てるんだよ。あ、深夜の、うん、そうなの。あ、見たことあるよ。あ、出てるもん。あ、見たことあるよ。メガネかけてないけど、うん、見たことない。見たことある。初めて聞いた。見たことない。後で見せるわ。初めて聞いた、うん、あ、いやいや、見せていいの。いや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 、残っちゃこれ。じゃあゆいなさんはテレビ出れるようになんか頑張ってくださいね。なんか頑張ってください。はい、じゃあ次、金城ルカさん。はい、金城ルカさんは将来やってみたいこと。書いてないの。水族館で働く。あ、水族館で働く。うん、いいね。なんで水族館に働きたいと思ったの。魚が好きだから。おお、魚が好きっていう女子もなかなか珍しいね。それ食べたいって。魚が好きになるきっかけってあったと思うんだけど。食べたいの、うん、食べたい。なわけないだろ。別にそんなない。水族館に行ったら働きたいって思った。水族館に行きたいと思ったら働きたいと思った。でも、うん、水族館って気持ちいいもんね。居心地がいいじゃない。餌あげる人とかどうするの、うん、だからそれ餌をあげたいわけさ。餌をあげたい。ほら体験できるじゃん。あ、なんか、ね、あげたことあるよ。イルカにあげたことあるよ。あるある。あ、その時やってみてえなと思ったんだ。なんかさ、うん、魚の面倒もはじくるんだよ。水族館で働くって言ったら どうしたらいいのかな。ね、面接受けるタイミングとかあるのかな。お仕事でね、なんか調べときたいねこれね。ね、ぜひぜひ。魚が好きということで水族館で働くこと、あ、ぜひ夢を叶えてくださいね。毎日魚に会いたいからっても書いてますけど、いいですね。なるほどなるほど。メッセージ来てるみたいですけれども、どういうメッセージ。めぐちゃんどこにあるの。画面の下。どんな感じ。ビビビビビビ。あ、こっち。あ、これ全部ね。あ、結構メッセージが来てますよ。マーク・ドクマイさんからいろいろメッセージが来てますね。どういうの。沖縄市の小学生はみんな同じところに行くみたいね。恩納村のアドベンチャーパークとか、恩納村ね。あと、おっと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 。映ってるけど。おっとっとっと。いろいろありますね。後で読みます。はい、ありがとうございました。さあ、ここで1曲挟んで次の、ね、4名と、ね、メンバーチェンジしたいと思います。お届けする曲は先ほどのあれでよかったですか。はい、西野かな。 A 型の歌、これリクエストは、りなこちゃんとりなこちゃんとゆいなちゃんの2人からリクエスト来た曲をお届けしつつ、この4名とは、お別れしたいと思います。どうですか、楽しかった。はい、はい、OK、じゃあまた遊びに来てね。楽しかった。中学校みんな頑張ってね。はい、うん、なになに、あ、なんか言いたいことあったら言わないと。え、なんかほら、なんかなかった。イベントがあるとかなんとか言ってなかった。大事なこと言ってないんだよ、これ。だった。そう、学習発表会が、あ、それ言わないと、言わないと。あります、うん、学習発表会、美東省の学習発表会が、うん、あるので、今週の日曜日あります。あります。あります。今週の日曜日どこで。美東省学校の体育館です。体育館で何時から。9時ぐらい。だいたいきっと9時かな。朝から。朝ぐらい。6年生は何をするんですか。戦争の平和の軍読。軍読と歌う。あ、なるほど。ちょこっとだけ触り聞かして。どんな歌歌うの。地球生活っていうやつ。一番の頭だけ歌ってみて。え、
音痴だから。待って待って、サビがいい。サビじゃあサビだって。忘れた忘れた。私は祈る。あなたの毎日が世界を作り、愛する思いが地球へと広がる。私は祈る。明日のためにまだ見ぬあなたの笑顔のために。ありがとうございます。さあこれは実際皆さん生で聞いてみてくださいね。12月の何日？13日の日曜日9時から美東小学校体育館に皆さん集合してくださいね。さあ前半のゲストの皆さん4名さん、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは一曲お届けしてブレイクタイムしたいと思います。西野カナで A 型の歌。
さあ、時刻は7時36分を回っております。生放送で FM 講座のスタジオから今日もお届けしております。この番組は、わらびんちゃ応援ラジオ、PTA、パッと楽しくアイエーナー。本日のゲストは、尾藤小学校の6年生児童会のメンバーにスタジオに来ていただいております。メンバー変わってまた新しく4名紹介したいと思います。一人ずつマイクに近づいて、かなり近づいて、自己紹介お願いします。どうぞ。尾藤小学校何年生の名前？尾藤小学校6年4組キャンハルモです。イエーイ、よろしくお願いします。はい、そして尾藤小学校6年2組金子カエルです。カエル。はい、そして尾藤小学校6年4組新垣一輝です。一輝。よし。そして尾藤小学校6年4組下地修也です。修也。そして尾藤小学校2年1組東明雄一郎です。だいぶ老けた子供がいるな。びっくりしたな。後でまた振りたいと思いますよ。さあ、はじめにキャン・ハルモさん。はい。ハルモさん、学校で頑張っていることは何でしょう？私が頑張っていることは毎日の挨拶運動と、うん、今週の日曜日にある学習発表会に向けて練習をしていることです、うん、はい。学習発表会がね、今度の13日のね、日曜日にあるということなんですけれども、はい、ハルモさんの学習発表会、結構今みんな同じことやるのかな。あ、はい、全体で同じのやる感じ。軍読やります。俺さ、軍読っていうの僕初めて聞いたんだけど。あ、軍読って何？みんなで一緒になんか、うん、群れで読む。群れで読む軍読。そう、群れで読むで軍読です。それはどんな内容の話を読むんですか？戦争に、沖縄戦についてです、うん、これはあのみんなが考えた文章を読むってこと？多分先生たちが考えたのかな。あ、ものがあって、それをみんなで読むんだ。あ、はい。それをじゃあそのパートがいくつか分かれてって感じでやるの？クラスごとに分かれます。クラスごとに。そうか。でなおかつ歌もあると。あ、はい。でさっき聞いたやつね、歌ってたやつね。そうです。すごいね、みんな仲いいね、児童会ね。超仲いいね。全部で9名いるって言いましたけれども。9名います。これはさ、みんな何それぞれ立候補してなりたいっつってなったメンバーなの？あ、はい。おー、なんでまた春馬さんは児童会やってみたいと思ったの？私はなんか憧れの先輩がいて、うん、その先輩が児童会だったから。おー、自分もなりたいなと思ったんだ、はい、その憧れの先輩の名前を教えてください。いい、うん、せっかくだから教えてよ。いいよ。なんでよ。言わなくていい。言わなくていい、うん、じゃあ上の名前だけ。いいよ。じゃあ下だっけ？じゃあ真ん中、真ん中だっけ？いやです。でもいいね。でもその先輩嬉しいと思うよ。ねえ、その憧れの先輩は今どこの中学校にいるの？うん、多分宮里中。そんなに憧れてなかったんじゃない？多分って。今どこだろうと思って。ああ、そっか、そっか。もうあと何ヶ月でね、小学校卒業ということになりますけれども、うん、どうでしたか？まだ振り返るには少し早いかもしれないですけれども、どうでしたか？小学校生活は。とっても楽しい、あっという間の6年間でした。うん、特に覚えてる何か、印象に残ってる出来事ってありますか？この小学校生活の中で。修学旅行の先生がなんか PA 大変の時、うんうん、なんか途中で飛び降りる時に止まったことです。で、それって結構なハプニングじゃないの？ハプニングがありました、ね、それとっても残ってます。あ、そう、大丈夫だった？大丈夫でした。そうなんだ。10分ぐらいその体勢。大変じゃんそれ。森の熊さん。そんな春本さん、部活動、クラブ活動みたいなのはどんなのが？あ、バスケットクラブに入ってます。バスケットボールしてるんだね。はい。どうですかこれ、中学に行ってもやりますか？あ、やります。お、いいね。中学はどこに行くって？あ、沖縄東中学校です。だいたいみんな沖縄東中学校に行く感じ、はい、いいですね。バスケット引き続き頑張ってください。はい。あと他にも学校で楽しいこといろいろあると思いますけれども、どんなのが楽しいんですか？みんなに会えることと一緒に授業が受けられることです、うん、非常にシンプルだけど本当にそれが楽しいと毎日楽しいよね。はい。いいじゃない。あとピアノもやるの？ピアノやってます。お、すごいな。ピアノもできてバスケもできて児童会にいてキャプテン系だよね、なんかね。あ、違います。あ、違うんだ。でもキャプテン系だなと思ったけど違うのね。なるほど、ありがとう。じゃあ次は金子カエル。はい。カエルさんはどうですか？学校楽しんでますか？楽しい。楽しい。いいね。もう本当にメンバー仲良しだね。一番、まあこれ一番って言うと言いにくいかもしれないけども、親友もたくさんできてると思うけどさ、いつもそばにいる、あなたのそばにいる親友って誰？クラスの男子、うん、ほとんど。あ、みんな大好きなんだ。みんなつるんで仲いいんだ。いいですね。ちなみに、担任の先生は
なんて名前ですか？八木秀樹先生。八木秀樹先生、どんな先生でしょうか？うん、怒ったら怖いけど、うん、なんか宿題とかいっぱい減らしてくれて、うん、とっても優しい先生。宿題減らしてくれる、なんかいいのこれ、大丈夫なの？言っていいかな、うん、いいよいいよ。これ何かやったら得点的に やってくれてるってこと？テスト100点取ったら。お、あ、なるほどね。ご褒美的な感じでそういうのがあるってことか。うん、あ、もう一回教えて、先生の名前なんだっけ？八木秀樹先生。八木秀樹先生に一言メッセージお願いします。いつもありがとうございます。あ、いいですね。カエル君、部活は何かやってる？野球。お、野球野球か。チームの名前は何て言うの？尾藤ドラゴンズ。尾藤ドラゴンズは強いんでしょうか？強い強い、うん、まあ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 一番最高の記録はどの辺まで行ったの？ベスト4。ベスト4か。これは何、中学行ってもやりたい野球？いいですね。憧れの野球選手ってどんな選手がいますか？あのソフトバンクフォークスの、うんうん、今宮選手。どんな選手なんですか？なんか僕みたいな、うん、小柄な体型でもショートとか、あーはーはーはー、なるほど。ちゃんといいプレーとかするから。すごいね、カエル君は。ぜひそんなかっこいい選手になってくださいね。さあ次、新学期一期。はい。どうですか、学校楽しい？はい。俺ね、ちょっと笑っちゃったんですけれども、一応アンケート取るのね、この番組でね。で、一期君が書いてくれたので、学校で頑張ってることは何ですかという質問に対して、一期君はね、ハードル層って書いてる。今の授業でやってる。何これ、ハードル層って。あの、うん、授業の体育でやってることです。あ、体育の授業でやってることね、はい、得意なんだそれ。頑張ってる？そんなには。あ、なるほどね。努力しないといけないなってところで頑張ってるって言ったのか、はい、そうか。そんな一輝くんは学校で楽しいことって特にどれなのが楽しかったりするの？昼休みのバスケとかです。昼休みバスケして遊んだりとかして、はい、お友達と喋ったりなんかして。はい。6年生、さっきはさ、あの女の子はさ、どんな話で盛り上がるのって言ったら、こう人の恋バナとかって言ってましたけど、男子はどんな話してんの、男子同士で？自分なんかクラスは、うん、なんかゲームの。ゲーム。あー、なるほどね。今さ、いろんなゲームの種類があって、僕よくわかんないんですけど、今一番みんなやってて人気があるゲームって何なの？プレイステーション？自分が持ってるの何？一輝が持ってるの？そんなに分からん、うん、分からんです。あ、自分はそんなん分かんないんだ、はい、おお、盛り上がらないぞ一輝、他には何して遊んだりする？あとは、うん、遊ぶ。だいたい結構みんなゲーム好きなんだね、はい、やってんだねみんなでね。あのさ、一輝はさ、部活はさ、なんかやってないの？バスケットやってます。バスケットやってんのね。あ、そっか、部活もバスケットやって、昼休みもみんなでバスケットして遊ぶんだ、はい、バスケットの先生の名前は？山城コーチです。山城コーチ。山城コーチにメッセージお願いしますよ。いつもありがとうございます。うん、これからも？これからもよろしくお願いしますありがとうございますさあ次は下地修也。はい。修也くんはハードル層頑張ってんだな。はい今結構ハードル層なんだね、あの体育でやってる授業がね。結構厳しいのこれ？うん、あんまり。あんまり。でも頑張れてる感じ？当たったら痛いんじゃない、うん、あ、そうなんだ、なるほどね。修也君はこのメンバーね、みんな仲良くやってますけれども、その児童会ですか、はい、児童会の活動の中で修也君が一番こう大変だったなとか印象に残ってる児童会の経験、活動内容教えて。まあ、毎日の朝活、うんうんうん、朝活でやっぱりみんなより早起きしていかなくちゃいけないんだよね、うん、寝坊とかしない？しません。おお、さ、偉いね、しゅうや。いいね。いつも何時に寝てんの、6年生って？だいたい11時くらい。まあまあ、遅くない？どうなの、春もはどうなの？12時過ぎる。マジで大丈夫か？帰るわ。10時、だいたい10時。一気は11、まあ、だいたい11時ぐらい。あ、そう。え、何してんの、週や、11時まで。なんかテレビ見たり。ほんほん。テレビ見んの？テレビ見てんの？ドラマとか見てんだ。うん。お、何、最近見てるドラマ何ね？うん、なんか6つとか。6つ？6つ。6つっていうドラマがあるわけ？6つ。面白いのそれ？面白い。誰が出てんの？西島。あー、かっこいいよね、モズの。そう、人気なんだね。先週もなんかドラマの話してたな、そういえばね。あ、そっかそっか。これおすすめ？
おすすめ。あ、ほんと、はい、あ、でも他にもおすすめ。コノデリとか。コノデリがいい。結構みんな見てんだね、ドラマね。さあ、そんな4人みんなにですね、またそれぞれ将来の夢目標を聞いてみたいと思います。まずは、キャン・ハルモーから。はい。ハルモーさんは将来の夢何ですか？外科医になることです。わお、外科医。お医者さん、はい、これなんでまた？あの3年生の頃、うん、ひいおばちゃんが亡くなって、その時に何もできなかったのが悔しくて、うん、おー、ひいおばあちゃんはもういつも一緒にいてた、おばあちゃん子だったのかな、ハルモは。でもないけど、でもないけどでもそれはね、何もできないっちゃ悲しいもんね、うん、自分だったらひょっとしたら大人になったらこういうの助けられる大人になるかもしれないなと思って、うん、なってみたいと思って。偉いな。でもね、外科医になるためにどうした方がいいんでしょうか？高校は私立の高校行きたいです。うん、おー、もう結構具体的に考えてんだね。はい、すげえな、頑張ってよ。はい、頑張ります。なりそうだね。でもキャプテンジラだからねキャプテンじゃないけど、キャプテンじゃないけどね、キャプテンジラの勢いがあるからね、できますよ。続いて金子カエル。はい、将来の夢は、うん、プロ野球選手になることです。やっぱりなりたいね、なりたいね。さっき憧れの選手の話も聞きましたけれども、プロ野球のね、チーム、どこのチームに入りたい？ソフトバンク。なんでよ、広島カープじゃないの？なんか広島、うん、お金がないって。お金やば。あのね、お金の、うん、正解違うよ。だからカエルが入って儲けるわけさ、優勝をたくさんしてからね、っていうことも考えてね、はい、ありがとうございます。ぜひ頑張ってください、はい、そして新学期一期、はい、将来の夢なんでしょう？プロバスケット選手です。わお、プロバスケットボール。試合見に行ったことある？プロバスケットの、うん、キングスとか、はい、な、見に行ったことかっこいいよね、はい、いいよね。今度あのビール半額ってよ、週末のやつ。ビール半額あ、これ大人だけのあれですけどねそっか、プロバスケットボール選手になりたい。これはまたなんでバスケットボールを始めようと思ったところから聞いてみようかな。おじいちゃん、お母さん、うん、なんかがみんなバスケットしてて、うん、ああ、好きなんだ、みんなやってんだ、周りにいる人みんなバスケットしてたんで、うんうん、じゃあそっか、みんなでバスケットのそのキングスの試合なんか見に行ったりするの？いや、自分のお父さん、うん、お父さんと親とかでしか見に行って、うんうんうん、迫力すごいよね、はい、もし自分があそこのコートに立てたなら、考えただけでちょっと興奮しない？はい、すごいよね、はい、するよな。結構でも一気はさ、身長大きい方じゃない？はい、ねえ、超高い。ねえ、今、身長いくつなの？165です。マジ俺と一緒じゃんすげえな、今6年生だよね。はい、うわー、な、何センチ、何メートルまで行きましょうか？2メートル。2メートル行きたいすげえ、2メートル行きたいね。いや、走れる、動ける、飛べる2メートルを目指して頑張ってください、はい、そしたら NBA に行けちゃいますよ。すごいね、一気に頑張ってね。はい、 OK、 じゃあ次、下地修也。はい、下地修也はやってみたいこと、将来の夢何でしょう？救急救命士です。お、何これ、ドラマの影響？これ何？なんか、2年生の頃、うんうん、交通事故で車、うんうん、救急車に運ばれて、あ、修也が、おうおうおう、それでその時、うんうんうん、で救急車の持っている人が、うん、とてもなんか優しくしてくれて、うん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 、かっこよかったからです。なるほどね、やっぱりみんなそんな経験があってね、それがまた夢につながってるんだね。そっか、でも救急車ね、僕もね乗ったことありますよ。あの、あんまり痛くないですけど言いません僕はね、あの、飲みすぎで周りに迷惑をかけてしまったことありましたけどねそっか、救急救命士は確かにね、かっこいいし、人を助けれる仕事をしてる人って特にまたね、そう思っちゃうもんね。はい、みんなそれぞれ誰かに人を感動をね、与えたりするような仕事を目指しているようです。みんなの元気だったら夢にね、必ずつながるかと思います。じゃあ改めてハルモーに聞こうかな。今度のね、はい、学習発表会だっけのインフォメーションをまた教えてください。インフォメーション、うん、どこで、いつ、何時に、何やる？あ、12月13日の日曜日に9時から9時なんだ、9時じゃないの、うん、9時から美東小学校の体育館で学習発表会をします、うん、これはもう1年生から6年生までみんな、1年生から6年生までみんなです、うん、これは一般の人が見に来てももちろん大丈夫なんで、ね、大丈夫です。なるほど、どんな歌歌うんだっけ？
地球生か歌わないんだ。歌わないんだ。もうキャプテンジェラーだから歌うかなと思って。歌わん、歌わん。あれと違う。さあ、メッセージが届いております。ラジオネーム中神様からいただきました。皆さんこんばんは。こんばんは。みんな元気だね。にこやかな放送でこっちまで元気になります。夢に向かって頑張ってねとメッセージをいただきました。どうもありがとうございます。はい、今週もですね、FM 小座のスタジオから生放送でお届けしてまいりました。わらびんちゃ応援ラジオ PTA パート楽しく会えな、そろそろお別れの時間です。今日はですね、今スタジオにいるキャン春本さんのリクエスト曲、ジュジュの君のすべてにを聞きながらお別れしたいと思います。みんな今日楽しかったですか？はい、楽しかったです。あ、よかった。また来週、あら、また来週もラジオ聞いてほしいし、また次の出番があったら、中学生になってもこの番組来れるからね。あ、そうなんですか。そうだよ、東中学校入ってまたタイミングがあったら来てください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ちなみに来週のゲストは三里中学校、来週は三里中学校がこのスタジオに遊びに来ます。また来週も聞いてください。わらびんちゃん応援ラジオ PTA パッと楽しく会えな、この番組は沖縄市 PTA 連合会の提供でお届けしてまいりました。また来週お会いしましょう。じゃあみんなでせーの言いましょうか。せーの、せーの、また来週。バイ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 